今回は、ブラックカレーを求め、橋本酒店さんへ。湯本のブラックカレーといえば、湯本駅前商店街で営業をされていた、安弘さんを思い浮かべると思います。そのレシピを受け継いだのが、この橋本酒店さんです。ブラックカレーの他に、どんなメニューがあるのか、ドキドキしながらの入店。店内に入ると、お酒の他に、外国の調味料や、飲食スペースが、普通の酒屋さんとは、違う雰囲気でした。お店の方の接客も素晴らしく、居心地が良かったです。席は、木で作られたおしゃれなテーブル席に、外向きカウンター席があり、自分たち3人は、テーブル席にお邪魔しました。安弘さんのブラックカレーについての、記事とかがあり、記憶が蘇ってきます。確か、辛いと知り、普通のカレーを注文した懐かしい過去が、気になるメニューは、安弘ブラックカレー到着です。ずーっと気になっていました。どれくらい辛いのか、ドキドキ。これが噂のブラックカレーです。ドキドキしながら、グレービーボードからブラックカレーを、金のスプーンでいただきます。噂通りの辛さ。同じブラックカレーを食べている参謀も、後頭部から汗が出る辛さと、サラダにもブラックカレーを、面白い箸で、サラダいただきます。みずみずしいサラダに合った辛さ。ナイスコンビネーション。再び、ブラックカレーをライスへ。お肉いただきます。鶏肉の美味しさからのブラックカレーの程よい辛さ。ベストマッチ。辛さから、ライスがガツガツ進みます。大盛りにして正解でした。サニーレタスいただきます。サラダごちそうさまでした。ここで、水分補給。辛さのダメージで、汗がすごいので、ちょっと休憩。辛いのが好きな視聴者さん、ぜひぜひ、足を運んでみてください。なんとか、グレービーボードを辛にしました。ここから、一気にいただきます。
最初は、この辛さ、やばいよ、やばいよって、参謀と話していたんですけど、食べてるうちに、辛さから伝わってくる、スパイスの美味しさを、堪能できるようになりました。綺麗にごちそうさましなくては。安広のブラックカレー、ごちそうさまでした。パッタイ到着です。タイの焼きそばとメニューに書いてあったので、気になり注文しました。パッタイいただきます。米粉で作られた方から、甘酸っぱさが伝わってきます。これぞタイ料理。惚れ惚れする美味しさ。大きなエビいただきます。プリプリ食感がすごい伝わってきます。ブラボー。気になるサラダいただきます。スイートチリの甘みに、爽やかな酸味が、サラダに合います。サラダごちそうさまでした。具材の豊富さにびっくり。エビ、もやし、干しエビ、厚揚げ、ニラ、卵、ナッツが入っています。あっという間に残りわずかに、夢中になって食べるってすごい。まさか、酒屋さんで、タイ料理が食べれるとは、びっくりしました。ここから、一気にいただきます。綺麗にごちそうさましなくては、パッタイごちそうさまでした。レアチーズタルト到着です。参謀がチーズテリーヌを食べている姿を見て、負けずにスイーツを注文しました。レアチーズタルトいただきます。フレッシュチーズの味わいが素晴らしすぎます。生地から伝わってくる優しい甘さに惚れ惚れ。レアチーズタルトごちそうさまでした。参謀
の注文は、自分と同じ安弘のブラックカレーです。辛さがすごく、自分同様汗をかいていました。ぜひ皆さんも食べてみてください。続いて、チーズテリーヌです。表面はふわふわで、中はチーズクリームが、濃厚な甘さを醸し出していると。友人の注文は、カオパッドです。豊富な具材に、パラパラチャーハンが合うと。最後に、安弘さんグッズのバッジを購入しました。安弘のブラックカレーの辛さにびっくりしました。チョコチョコライスにつけて食べるのをおすすめします。また、胡椒系のスパイスの辛さというのもあって、唐辛子のように残る辛さじゃなかったので、続いてのパッタイ、レアチーズタルトと、美味しくいただけました。それにしても、安弘さんのブラックカレーに、タイ料理、さらにスイーツと、驚愕の酒屋さんでした。では、今回はこの辺りで失礼します。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。